皆さんこんにちは。将棋ニュース速攻をご視聴いただきありがとうございます。今回は第37期龍王戦7番勝負第3局より、藤井聡太龍王対佐々木幸八段の大逆転を解説していきたいと思います。 本局はプロも、これは負けなんじゃないのと疑問に思われていたところ、まさかの勝負手を連発し、最後は30数手詰めを含む神技が炸裂しました。この詰めろ逃れの詰めろの攻防は、まさに名曲と言えるような内容でしたので、今回はこちらを初心者の方にもわかるよう、丁寧に解説していきたいと思います。解説者は、一撃、対振り飛車、ヘナチョコ級戦を出版している、将棋王子八段のシュガーです。それでは参りましょう。さて、それではやっていきたいと思います。 今回は先手番が藤井聡太竜王そして後手番が佐々木祐希八段となりましたまず初手に先手番の藤井竜王は初手に2六歩そして後手の佐々木八段は3四歩とついていきます本局は7六歩にここで佐々木八段がまあ意表の作戦を用いていきまして、まあ、それが9四歩でした2五歩に9五歩と端の位を取って、まあ、これはちょっと振り飛車を、えー、指し慣れている方ですとまあよく見る光景だと思うんですが6八玉にそこから8八角なり 同銀ににと誘導していきます、まあ銀時点ではまだこう飛車を振っていないわけなんですがこの3三銀から5八金そしてその後に2二飛車とダイレクト向かい飛車にしていきます以下7八玉に6二玉、まあ、例えば銀局面でここでこう6五角と。 この8三角なりと4三角なりを狙っていくのは形勢としては互角ですけれども、まあ、例えば7四角と打って4三角なりにそこで5二金と上がっていけばこの馬が取れる仕組みとなっています。 ただ一応このようにですねこう7五歩と突いたりであるとかまた金を取って同金に7五金と打っていけば、まあ、先手もこの角を取り返すことができますので、まあ、駒の損得ほぼなしでこれで力戦長の将棋というふうになりますまた実際はこういった変化はですねさすがに後手の佐々木八段も自ら誘い込んで指していますので先手の藤井利用もそんな簡単に踏み込みません4六歩に7二玉そして3六歩と突いていきます まあ元々本来この佐々木由紀八段は居飛車党の騎士ですのでこの振り飛車を指すということはもうおそらく利用戦これ挑戦が決まってからさまざまな騎士と、まあ、このダイレクト向かい飛車を練習するにしてそして採用しているということが伺えます4七銀に7二銀そして8六歩とついて対する先手の藤井竜王はこのように銀冠に組んでいきます 現局面ではこの端の位を取られているんですがこれを後ほど逆襲していこうと踏んでるかもしれません5二金に3七桂そして6四歩に8七銀と進んでいきますちなみにこの逆襲とはどういう意味なのか後ほどですね例えばここで先手は2九飛車からそして6八金7七桂の音これで地下鉄飛車の形にしてそして端を逆襲していくといった筋があります 私の著書ではヘナチョコ9戦回というものがあるんですが、まあ、それに似ているような順ですね以下2級飛車に実戦は8三銀と上がってそして対する藤井利王がここでプロをうならせた一手を放ちましたそれが6八玉となります まあこれですね一度こう7八玉と寄っていながらえまた再度こう6八玉と右往左往にこう変幻自在にですね玉を活用して4四歩とついていきますけれどもえこの7八金の形が、まあ、やはり後ほどこう橋攻めをしていくのであればあらかじめ先々離脱しておきたいといった意味合いがあります7二金に7七桂そして6二金と寄って ここで後手の囲いは金銀三枚の剣人が完成してまず実戦はここあたりから先手の藤井利王が時間を使う展開となりました両者ともに消費時間はまだ数十分程度だったんですがこの次の一手藤井利王は67分の大長考でここで5六歩とついています変えてはまあおそらくこう9六歩とこのいきなりの端攻めも視野に入れていたところでただこれだと同歩と取られたりであるとかあるいは変えてこう7四角と打たれる手を気にしたかもしれませんこれで で銀を取って同期に3八銀の両取りの筋とえまたこう9六の地点これですね角打ちでこう数が足されていますのでこれで一気に先手も攻めれないというふうに踏まえれば5六歩も自然だと思います7四歩にそこで別サイドから攻めていきますそれが6六角でしたこれはま,あまた結構局面を動かすような一手ということで、まあ、例えば一つの狙いは4五歩同歩同桂といった順があります この死者と銀を間接的に狙うような角打ちで、まあ、なおかつですねこの角はこう8四の玉頭にも効いていますので8五歩同歩8四歩というような具合で拠点作りも狙うことができます後手から見れば結構嫌そうな、まあ、そんな角打ちというわけなんですが本譜はこの次の一手佐々木八段がほぼノータイムで対抗していきますそれが5四角 まあ交流時間をわずか2分で指したいってということでこれには控え室のプロの先生方も早いですねとコメントしていました一応視野に入れているのは例えばこれまず4五歩同歩同系には同角と取り返す筋を狙っているのとあとは一歩さえ持つことができれば3五歩同歩に3六歩であるとかまたはこの角さえいなくなれば7五歩同歩に7六歩といった筋も可能になりますのでカウンターの角にはカウンターの角で対抗しようという考えです4八金に7三金と上がって 5, 5歩に 6, 角と進んでいきます現局面の消費時間は後手の佐々木八段が59分対する藤井竜王は3時間40分と3時間程度の差がついています、まあ、おそらく本局のこの佐々木八段の大まかな狙いはまず力戦調の将棋に持ち込んでなおかつ早指しで指して終盤戦藤井竜王は持ち時間を使い切っている状態で対する佐々木八段は持ち時間を残してそして指していこうと考えていると思います 5六銀に3六角、まあ、ここあたりもですねこう5六銀と上がった手藤井竜王は結構考えていたんですが佐々木八段わずか6分でこの決断をしています4五歩と後ほど疲れてこの角が捕まりそうなんですが、まあ、おそらくこの4五歩にはそこで4二飛車と回って2六飛車と言っても、まあ、すぐにはこう3五歩で一応角は受かる形ですのでいやこういった紙一重の順もノータイムというのはさすがです そしてここから十数手後に封じ手となっていくんですが本譜は藤利用8五歩と更についていきます。この角を打った以上どんどん攻めに活用するよりないということで同歩同桂そして8四金に8六銀と上がって。 ここで新聞解説の畠山八段はいや角が3六にいる状態では常に4 5歩が気になりますとそのようにコメントしていましたですので実戦は佐々木八段6三角と収納してそしてまあこの次の藤井竜王の一手が非常に大胆な一着でしたそれがなんと8九飛車となります これでいきなりこう2七に馬を作られてしまう一手なんですが、まあ、この6三角とまず引いた一手を無駄にしようという考え方とそして2七に馬を作られてもすぐに先手陣が潰れることはないと見越している一手になります実戦はこう2七角なりと佐々木八段を踏み込んでいくんですがそこで9六歩とついてこれはもう完全に後手の佐々木八段はこの先手の攻めを余しきれる対する先手の藤井竜王はこの後手陣を自らの攻めで潰すことができるとそのように捉えています 以下ここで2日目の封じ手は96同歩そして藤井竜王は93歩と打ってこの強者の縦の利きを止めていきます後ほどですねこの93歩を入れておくことによって96強とこの96の歩取りながらまた端に利きを足すことができますのでいや確かに実践感覚ではどうなっているのかわからないというところですただ本譜はこの現局面は AI の評価値が後手の勝率55%となっていますその理由がおそらくこの次の一手にありまして え馬でした、まあ。馬の守りは金銀三枚と格言を教えますけれども、まあ、ただでさえこの金銀三枚銀冠え玉頭が厚くなかなか攻略も難しそうなところ馬付きというふうになりましたのでここで本局の立ち会い人福崎九段は形勢に関係なく馬を引き付けられたら嬉しいですね数値的な問題は分かりませんが人間的には後手が戦いやすくなりましたとそのようにコメントしています以下9六強に9四歩と受けて。 まあ佐々木八段結構嫌味は残っているんですけれどもどんどん耐えていこうと考えています4五歩とついて7五歩、まあ、この7五歩は角道がやはり素通しでしたので一時的にでも止めたいということです以下4四歩と取り込んで、まあ、ここあたりはですね結構先手も調子よく攻めていそうに見えるんですがただこの次の一手がまた佐々木八段の軽い名手でしたそれが4二飛車となります 単純に例えば現局面で4四同銀取っていくとこれは例えば5四歩と突かれた際に、まあ、一応同馬でこれで銀に紐をつけながらこれ受けることはできるんですがそこでまたさらに4五銀と飛び出して、まあ、こうなると結構先手の攻めの調子が出てると思いますまた4三歩なりも残ってますので結構受けが難しそうに見えてこの一瞬の隙を見てこう飛車を活用していくと次に例えば4四飛車と取ることができればこれがまた4八の金に響いてきますので先手をもうゆっくりすることはできません 以下、9不な成りに同銀そしてこの次にまた更なる勝負手を放っていきましたそれが7五角になりますまあこれはですねもう並大抵の手段では及ばないという風に見た一着だと思うんですがかっきりの強手となっています新聞解説の畠山八段も本局の立会人福崎九段ももう完全にこれは勝負手という見解でプロの中では ちょっと先手が攻めきるのは大変かなでも後手を持って全て受けきるのも大変ですよと、まあ、そのような会話がなされていたそうですちなみに本譜はここで佐々木幸八段7五同金と応じていくんですがかえって8三風などですと藤井竜王はこの9二の銀が一気に使いづらくなりますので一例としてどうかで9三歩と叩く手がかなり激痛という風になっていきます以下7五同金に同銀と応じて まあこれで一応小回りとしては角金交換なんですが先手の飛車が素通りでこの後手玉を睨む形となりました以下8四歩にそこで7四金と打っていきますどうやらこの6三馬を外せるかどうかが勝負どころのようです同馬に同銀そして8五歩で、まあ、これでついに後手は桂馬得というふうになるんですがただ現状この9二の銀が使えていない状況ですのでこれがどうなるか AI の評価値上ではまだ後手の佐々木勇八段の方が勝率60%となっていてもし最善手を尽くしていけば後手有利という風になっているんですがいや本譜はさらにこの後に大事件が起こっていきましたそちらが藤井竜王のひとまず指した5 4歩になります こちらがかなり軽いながらの攻守となっていまして例えば同歩と取っていくと、まあ、これは単純な一歩得という風になるだけのように見えますが後にこう3五角成と放った際に5七歩と合駒をすることができますまたこう5三角とこれで飛車取りと6四角なりの両狙いをすることもできますのでつまりこの5四歩は利かされという風になります 本局の新聞解説の畠山八段は、まあ、これが効かされというふうに見るのであれば攻め合いもありますというふうに言っていたさなかそこで佐々木八段が指していったのは8六桂となります、まあ、やっぱりですねこの対局一通り見てみますとずっと佐々木八段が本当に強気の手順を踏み込んでいて、まあ、藤井竜王には当然普通の手ですと勝ちきれないというふうに見ていることでしょう以下5三歩成とと金を作られますがそこで3五角と放っていきます ただなんとここでは若干の誤算が生じていましたそれがまずこの3合角の狙いは何かというと一例として5七歩と打っています 佐々木八段はこのように進んでいた場合はおそらく7八桂なり同玉にそこで4四角とした際に次にこれが先手玉7七金から6八金までの、まあ、頭金金が2枚ありますので詰めろとなっていて同時に5三のと金取りとなっていますいわばこの詰めろと金取りでこのと金を抜いていこうというふうに考えていたと思うんですがそこで対する先手の藤井利用は返し技を用意していますそれが5七角 これで角を相馬するというのが特に重要な点でして一例として7八桂りは同玉そこで4四角には4二ととこれで堂々と飛車を取ることができます7七金かなり怖いんですけれども5七角と打った効果によってこれで6八金までの頭金の詰めろを解除できていますので本譜はこの3五角あたりのですね5三歩りとなったところでなんと藤井利王が逆転に成功してかえってはこれ5四同歩と応じていた方が佐々木八男良かったようです 同角なりに同金そして5五歩と進んでいきますただ AI の評価値上ではまだ先手の勝率が逆転に成功したとはいえ55%程度でしたのでプロ目線ではまだまだ互枠なんじゃないかと検討が進んでいきます同銀に7八桂りそして同玉に佐々木八段まだまだ攻めの手を止めません8六角と打っていきます もうタイトル挑戦もされている方ですので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが本当にここあたりもずっと最善手順で応じていてこれ先手は7七金からの詰めろがありますので、まあ、一例としてこう7七桂成を届けていくとこれは実はこの死車を見捨てて角をなっていく手が絶妙手となります先手は4二とと死者を取るぐらいなんですがそれには9六馬となった際に評価値上では完全に逆転となっていて 6八玉は7八金の大手飛車がありますしえそこでまあ8七歩と受けていくぐらいなんですけれどもこれも8六歩という軽い突き出しがえ7四の銀取りと8七歩なりから同飛車同馬というような具合で、まあ、いきなり寄せを狙っていくこともできますのでいや意外とですね、まあ、この8六歩もかなり厄介というところです本譜は結構ここでどのように応じていくか、まあ、非常に難しいような展開だったんですがこの後に藤井竜王の神手順が炸裂することとなります そちらがわずか17分の考慮で8六同飛車でしたいやーもうこちらが考えてみれば見るほど相当に素晴らしい一手だったということで、まあ、何が起こっているのかというと、まあ、まずこれは後手の佐々木八段同歩と応じるしかありませんそこで先手は4二とと飛車を取っていきます後手陣これ金銀で一応囲われてますのでさすがにまだこの局面後手局詰めろになっていないように見えるんですが実はなんとこの局面後手局詰めろとなっています 一例として先手玉にはまあ一応必死がかかる状態となっていまして8七金から例えば6九玉と引いていきますこれにはここで4九飛車と下ろして合駒をするしかありませんがそこで4八飛なりとなっていけば部分的には必死となりますけれどもただなんとこれには8五飛車とこれでですねこう玉を少し離して打つ手がありまして例えば8三金と打っていきますと同銀なり同金同銀そして7四桂と打って <laughs> まあ、普通ですねこの銀冠の形でちょっと詰むというのはまあ相当読みづらいんですけれども9二玉には8二金と打って同金に同桂なり同玉そしてまあ相当にこうどんどん大手が続いていくんですけれども8三飛り同玉にそこで8四歩と打っていきます。同玉に7五金そして 9, 玉にもそこで7一角と下ろして9二玉に7四角と打っていきます。ここからもまだ17手詰めとなっていますのでもう本当にそういった手順もあるんだというぐらいで見ていただきたいんですが8三銀に9三歩同桂にさらに同角なりと進んでいきます。同玉に以下 8, 合計 持ち駒が銀だけですのでちょっと心細いんですが8二玉に8三角なりそして同玉に、まあ、最後にですねこう8四歩と打っていきますと、まあ、これが綺麗な収束となっていて7二玉にも、まあ、これで銀2枚ありますのであとは頭にですねこう銀を打っていけば7三銀に8一玉そして8二銀に最後桂馬をなっていけばこれで見事詰みになっています いやここまで,でざっと、まあ、30数手詰めというところなんですが詰まるところここで4二とと取った手はまず後手玉詰めろになっていますので佐々木幸八段は受けるしかありませんでした実戦は16分の考慮で8四金と打っていきますただそこでまたさらに藤井理王の第2弾絶妙な神業が起こるのでした以下ひとまず4一角と打っていきます そこで、まあ、佐々木幸八段は9七飛車と打って、まあ、これがですね次に7四金と取って同角りの際には7七銀以下の即積みを狙っています意外とこのような手渡しは、まあ、結構先手からすると相当に厄介でなで何とかしてこの銀を渡さずに攻めていきたいんですが必ず例えば6三銀ならずなどでやっても同金で同角りには7七銀からの積みになってしまいますし部分的にこの次の7四金を受ける術はありません またこの7七銀を嫌うなら、もう8八角であるとか、まああるいは8九桂馬と打つぐらいですけれども、このようにやってしまうと、いきなりもう8七歩りから、玉を逃げて9八ひなりで、これは今度も先手玉が詰めろ詰めろでかかられてしまいますので、速度逆転で負けとなってしまいます。ただそんなさなか、藤井利用はこのもう銀取りも全く無視した一手を放っていきます。いや、それがこの5四角でした。ここでプロの検討では、当初、え、なにこれ これはさすがに7四金と銀を取られて負けなんじゃないかというふうに言われていたんですがどうやらこの局面ではなんといきなり後手玉が詰みというふうになりますその詰めろというのがかなり驚異的でしていきなりバッサリと7二角なりとなっていきます同玉には5二飛車と下ろしていきましてこれで例えば合馬をしていきますと同飛り、同玉に6三銀と打って21手詰めとなっていたんですが7三玉に7二金ですね これであとは両大手をかけていくような筋もありまして一番上に逃げていけばなんかこう詰まなさそうに見えるんですがちょうどこの4一の角がいますので7五り銀で詰みというふうになります他にこう8三玉と寄っていきましてもちょうどこれ8五に桂馬を打つスペースがありますので8二玉に7二金そして最後に8五桂と打っていけば詰みというふうになります いやつまり、ですね、まあ、この7四の銀、通常渡してしまうとダメそうなところ、この5四角が、まあ、見事にこれ銀を渡しても詰めろになっているということで、佐々木八段は現局面、うなりながら戦争を仰いでいました、また持ち時間なんですけれども、当初、佐々木幸八段は藤井聡太利用に対して、終盤戦において、なるべくこ持ち時間を残して、藤井利用を追い詰めるというような戦術を取っています、実際に現局面でも、まあ、1時間程度持ち時間の差はあったんですが、ただ藤井聡太利用は残り30分程度残していて、 対すする佐々木幸八段は1時間半程度となっていま藤井竜王の終盤力の強さを考えれば30分程度あれば20数手詰めあるいは30数手詰め程度のこういった終盤のやり取りというのは完全にもうみまで読み切れると思いますのでそのようなですねこの持ち時間の管理というのも完璧すぎていやーこれはもう神がかりだったなという,ふうに思います。 そして本譜はここで佐々木幸八段8三銀と上がっていくんですけれども、まあ、これはですね例えば藤井竜王が単に同銀なりとなっていくとこれは同金というふうに応じて7七銀からそして6八金までの詰めろを狙ったという手になりますただこの5四角そして8三銀に対しては本譜この次の一手また藤井竜王がこ7五桂と打っていきまして、まあ、これもまた素晴らしい絶妙手でした 仮にこう7四銀とこれもただ取られてしまいそうなんですがこれも7二角なり同玉に5二飛車と離して下ろしてそして6二角には8二金と、まあ、送りの手筋ですねこれで7三玉には6二ひなりから同玉5一角までの、まあ、これでですね玉をどこに逃げても5二角なりまでの積みというふうになりますまたこの8二金には同玉もありそうですが、まあ、これは角を取って合駒しても7一角 8三に本当はこう玉を逃げたいんですけれどもちょうどこの7五の桂馬が効いていますので9二玉としかさせません7二流で詰みということになりますつまりこの7五桂には基本的にはこれこの銀を取ることができないということで以下実戦はそこで佐々木八段9八なりそして7七玉と上がって最後に7五金とこの桂馬を取っていきました 一応原局面では先手は単純にこう同歩と応じてもこれで竜取りとなりつつそして後手玉に詰めろがかかっていますのでこれでも全然勝ちなんですけれども本譜はですねこの次の一手鮮やかな終局となりますそれがなんと衝撃の7二角りでした実戦はここから佐々木八段の玉が21手詰めとなっていまして佐々木八段は原局面で投了そして99手をもちまして藤井聡太竜王の勝利となります この21手詰めもかなり気になるところなんですがその真相は例えば同玉取っていくとこれは簡単な方で6三角なりに8二玉そして銀を取って同玉に7二銀と打っていきます玉をどこに逃げてもこのちょうど6三馬が8号の地点を塞いでいますので8三金までの詰みとなります、まあ、ですので以下この7二角なりには同銀と応じるしかありませんただそこでですね今度はこの飛車を使った王手をしていきますそれが 8, 飛車、まあ、これがですねもしかにこに8三飛車と直接打つのであれば後手玉に罪は生じないんですが一つ合駒請求することができれば後手玉が罪となります、まあ、一番つまなさそうなのはここでまあ一番安い駒8三桂なんですがこれにも同銀なり同銀そして同飛なりと取っていきます同玉に8四歩と打つことができましてこれ例えば同玉に8五歩 この歩はとっても詰みなんですけれども先に8三玉と引いていく手を紹介していきます以下8四金に8二玉そして銀を打っていきまして、まあ、これでさっき飛車を離した効果によって桂馬を入手できていますので最後に6三桂から5二角なりとなっていけばもう駒が歩しか余らないぴったりの詰みとなりますまた8四歩同玉に8五歩と叩いて 一番はこれやはり同金と取る手が気になりそうですが、まあ、これですね本当にこ7七玉と上がっている形が最後になんと攻め駒として働いてきます。同角なりに同玉そして7五金に9六玉ともう玉と玉の5対面で次に8七歩りからすぐに詰んでしまいそうなんですけれども FG リオが先手番を握っていますので8五銀と王手てして。 最後です、ね、もう金と桂馬しかないんですが9六金と打てばこれで後手玉が捕まっています例えば8 7玉とやってしまいますとこれ同玉と捉えて将棋のルール上ですと王様を先に取った方が勝ちになりますので、まあ、つまり後手は玉の逃げ場所がありません先手勝ちとなります まあ本局、一局をちょっと振り返ってみますと、ま,あ、まさにですね、もう本当に藤井竜用一番序盤戦から佐々木幸八段のこの秘策である、ダイレクト向かい飛車に銀冠、そして一度ですね、こう6、8玉とよって手損の差し回しをして差していったんですが、対する佐々木八段は、そこから少しリードを広げて、若干ですね、まあ、一瞬優勢になるような局面もありました。ただそこから今度はまた藤井聡太竜用が、もう玉一枚、もう薄っぺらいような玉から、なんと佐々木八段の玉にどんどん 勝負手を連発してそしててそ最後は一瞬食いつないだところで二十数手詰めまた三十数手詰めの詰めろをかけまくって最後に一瞬の怒涛の寄せということになりました特にこの七五金に七二角なりでもうこれで,です、ね、一気に投了させてしまうというのはもう藤井竜王にしかできないような技で、まあ、これもわずか3分程度で刺されてましたのでプロの中ではえこれ詰んでるのと、まあ、そういったような状態でした誰も気づかないようなそういった神がかりな積み筋を一瞬で発見してしまうのはもう 藤井竜央にしかできないような技ですので、まぜ、あ、ひとも今後もこのような終盤力見せていただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回は梨央戦第3局、藤井聡太利用対佐々木幸八段の一戦を解説しました。まあ、佐々木八段もですね、えぜひとも今後えまだ1勝2敗というところですのでえ、頑張っていただきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。